フランツ・ヨーゼフ一世は、リヒテンシュタインの公爵。リヒテンシュタイン公師エマヌエルとディートリヒシュタイン、白女、マリア・アントニアの長男として、ミラノで誕生。ヨーゼフ・ベンツェルの老いにあたり、おじの子供たちが、次々と溶接していたため、早くから後継者として扱われていた。ヨーゼフ・ベンツェルは、フランツ・ヨーゼフを、自分の庇護下に置き、北、イタリアへの遠征にも同行させ、 ピアチェンツァの戦いでも共に戦った。1763年、フランツ・ヨーゼフは神聖ローマ皇帝フランツ一世の代理として、レオポルト大公の演談をまとめるために、スペインに赴いた。1767年に、数密顧問官となり、1771年には802番目の、オーストリア、金羊毛騎士団の騎士として叙勲された。1772年、 叔父の後を受けて、リヒテンシュタイン校になると、彼は、経済問題と美術品収集に興味を示した。1781年、フランスのメスで皇居した。フランツ・ヨーゼフは、1750年7月6日、白爵令嬢、レオポルディーネ・ホンシュテルンベルクとバルチツェで結婚した。8人の子供が生まれた。マリー・レオポルディーネは、夫の死後、末娘マリアと共に、 ウィンに住んだ。ありがとうございます。